バーシルバーチャンネルの川銀です、今日はですね、またあの白馬乗鞍温泉スキー場に来て、アルタイホック125のですね、ちょっとまあ試してみたいことがあるので、本日、トライをしてみたいと思います。それでまあ以前の動画と変わったところはですね、まずあのアルタイホック125、これのビンディングを付け替えました。これまでずっとあのケーブルビンディング使っていたんですけども、やはりあの、まあ、用途を考えて、まあ、軽量なスリーピン、75mmNorm、まあ、ボレーのスリーピンと一般的に言われているものですね、一般的なあのスリーピンビンディングですけど、こちらの方に付け替えております。それからですね、これが何だというふうなことなんですけれども、まあ、あの前回あのアルタイホックのですね、まあ、パウダーチェックと、いうことで、まあ、ダブルブレードのカヤックのパドルでですね、試したんですけども、これはですね、実はあのサップという SUP ってあのスタンドアップパドルって言うんですかね、湖の上で、でっかいサーフボードみたいなものの上に乗っかって、一生懸命漕ぐための、シングルブレードのパドルですね。それをですね、まあ、本来、こう、まあ、涙型というか、ティアドロップ型のブレードだったものをですね、まあ、ちょっとあの前回の経験から、まあ、抵抗が大きすぎるなということで、カットして、このように細長い形にしております。まあ、この方がですね、おそらく登る時の手がかりとする時もですね、抵抗が少なくて扱いやすいんじゃないかなということで、今日ちょっとこんなことを試してみたいと思ってます。はい、スリーピンつきました。左足の方がですね、あまりにもきつくてどうしようかと思ったんですけど、右足のにはまったんで、ちょっとおかしいなと思って、まあちょっと足先を入れ直したらですね、まあ無事つきましたということです。さて、それではですね、これからですね、このファミリーコース、こちらをですね、登って、終点からですね、自己責任エリアの、第3リフト、あそこの一番奥ですね、奥から、左、右ですね、右の方にですね、第3リフトの終点から降りてくる自己責任エリアという、まあ、無圧雪のですね、管理外のコースといいますか、エリアがありますので、そちらの方でちょっと、上がってみて練習したいと思います。で、これがですね、長さが調節できるようになってまして、まあ、最大、215センチ。まで調節できるということですね。まあ、大体2メーターぐらいがいいのかな。で、とりあえず登るときはですね、あんまり長くしても意味がないので、一番短くして、まあ、こういった形で、アジャストできますので、どうでしょうかね。両手で持ってこうやって登るのがいいのか、まあ、それとも片手で登るのがいいのか、これくらいの傾斜だったら、ほとんど関係ありませんね。もうすぐリフト終点なんですが、やっぱり登り始めてしばらくしたらですね、最初、立ったか立ったか登ってるうちは片手のパドルで良かったんですけども、やはり、こういった感じでシングルパドルでカヌーを漕ぐときのようにですね、雪面を押しながら歩いた方が楽だと、いうことに気がつきました。はあ、まあ、結構登ってきましたね。さて、ここからですかね。ここから、こちらに、コースから外れて、管理区域外の自己責任エリアに入ると。いうことになります。雪はもう完全にですね、ザラメで沈む感じ、いいですね。はい、目の前に見えてきました。
まあこちらが自己責任エリアという、まあここだけ見るとですね、スキー場のエリア内というよりは、完全にバックカントリーという、まあ景観になりますよね。よいしょ。しかしこりゃ、滑るってほどの斜度でもない感じが。どこまで上がろう。まあさすがにやっぱり通常ですね、つぼ足だったらズボズボ多分やっぱりすねぐらいまで戻っちゃうと思うんですけども、さすがにやっぱりアルタイホック全く潜りませんね。ただまあこれでターンできないかっていうと十分抑えが効くような、ああ、柔らかさなんで、十分ターンはできるんじゃないかと思いますけどね。はい。結構登ってきましたね。はい、ずっとそちらの方のですね、まあ木のあるところからこう登ってきたわけですけどね。まあこのままですね、そこの斜面に最後滑りが上がればですね、そこからまたちょっと一滑りできるかなという感じになってます。で多分ですね、このザラメのこの感じ、ひょっとしたらスキーシューにはものすごい滑りやすいかもしれない。はい。まあちょっとやってみないとわかんないですけど、まあ天気もですね、まあ後ろ立山南部唐松までずっと見えてですね、非常に本当に北アルプスの残雪スキーに来ているような感じですね。なんかゲレンデからちょっと上がってくるだけで、この感じなかなかいいと思います。さて頑張ってもう少し登りましょうか。だいぶこのシングルポールでですね、歩くコツも分かってきたような気がしますが、ただやっぱりこのサップのこれ安物だったんで、なぜこれ2500円でしたから、まあこれで伸縮できるっていうことだったんですけども、力入れると縮まっちゃうんですよね。あんまロックが効かない、意味ねえじゃんという感じはしますけども、まあちょっと今日はとりあえず、これでやってみたいと思いますけども。はい。ですね、だいぶ登ってまいりました。上はですね、もう上のスカイラインに見える場所がですね、第3リフトの終点から、こちらの自己責任エリアに滑り込んでくる、まあ折り口ですね。もうだいぶ上の方切れちゃってまして、ちょっとね、途中デブリっぽいのも出てるし、それもまあ、口開いちゃってるんで、まあ、傾斜もいいですし、ここら辺から無理せずに下ろうと思います。まあですね、基本的に登ってきた道沿いといいますか、トレース沿いに、まあ、そうですね、こちらの、傾斜のところに入ってって、まあ、谷沿いといいますか、そっちの方どうなってるかな、そっちの方覗いてみるか。なんせね、もうちょっと、ザラメがですね、もう、進むごとに足元が崩れてくるような状態で、なかなか、登るのもしんどい状態になってきたんで、ここら辺で、まあ、やめちゃおうかな、ということなんですけれども、もう下が固まらない状態ですね。はい。よいしょ。よいしょ。だいぶやっぱりですね。どうでしたかね。ちょっとそこの木からあれか。左側行ってみますか。はい。それでちょっと斜面があって、で、左側トラバースしてって、ちょっと大きな斜面に入って最後下るという感じですかね。
まあ、ここから上は、多分もう、こんな感じなんで、はい、降りようと思います。はい、それではですね、滑りたいと思います。ちょっと今まで試した通り傾斜があるので、まあ、そうですね、どんな感じになるか。テレマークターンがいいのか、ちょっとわかりませんが、それではちょっとアルペンターンで行ってみますか。はあ、思いのほかいけないな。よいしょ。全然制動が大丈夫だろうと思ったんだけど、いやこの下切れてるな。よいしょ。よいしょ。どうしたもんか。もうちょっと長くして、こんな感じかな。これでちょっとテーマークの方がいいような気がします。やっぱりアルペンターンだと精度が効かないような気がする。ふぅ。よいしょ。よいしょ。なかなか。どうなんだろう。やっぱりストックの方がいいのかな。よくわからないな。まあでも、安心感は確実に。バランスを取りやすい分あると思うんで、よいしょ。そうか、テレマークの時はやっぱり谷川にこのシングルポールが来た時に結構な急斜面だとやっぱりちょっとなかなか厳しい。こちらはですね、山側に入るときは、まあ、こちらが支点になるんで問題ないんだけども、そうすると持ち替えが可能かっていうことですけども、なんかできそうな気がしないな、やっぱり。それでもちょっとやってみるか。よいしょ。いや、無理じゃねえ、これ。なかなか厳しいですね。はい。そっか、アルペンターンマイクできないもんかな。この辺の傾斜あったらできるかな。そうですね。やっぱり、傾斜がこれくらいのところだったらアルペンターンでもいいですけども、シングルポールだとやっぱり、なんだろう。難しいですね。ちょっと行ってみますか。よいしょ。この間の感じからするともうちょっと滑れるかなと思ったんだけど。よいしょ。なんか。これぐらいの傾斜だと。そうですね。なんか
ストックの方がいいような気がしますね、やっぱり。この左右のバランスがなかなか、後ろにこけないという安心感は一定の傾斜を超えちゃうとなかなか厳しいような気がするんで、帰りにですね、そこの斜面下ろうかなと思ったんだけど、ちょっとこの感じだと、急斜面なかなか厳しそうなんで、こんだったらやっぱり体重が前に乗るだけ、まあ、こけるかもしれないけど、ストック操作の方がいいような気がしますね。なので、とりあえず、ちょっとあの来たトレース通りにですね、まあ、楽に下っていきたいと思います。思った通りいかないもんだな。